はい、こんにちは、こんばんは、ベンジャミンのぼです痛い。今日は2つ目の福袋、エトワールさんかな、秋葉原のラジオデパートに入ってるね。それをね、コンタで買ってきたんで、こっちはね、エトワールさん編ということでね、福袋見ていきたいと思います。こちらとなりますね。それがでん、でかいです。はい、こんなでかい、こんなでかい福袋なんですけど、で、ね、こちらね、エトワールさんのは1万円奮発しちゃいましたよ。奮発してね、1万円の買ってきちゃいましたね。ちょっとね、開けてみましょうか。危ないよ、危ないよ、危ないよ。何が入ってんのかな。はい、まずは一つ目、あ、シリコングリス。あ、シリコングリスがね、いっぱい入ってるね。シリコングリスが、これと SATA のね、電源変換 L 字セットコネクタってやつね、ちょっとわかんないけど、あ、怖いのいいよね、ファンガードフィルターとかね。あ、ファンガードフィルターが8センチ、また8センチっていうね。これ12センチとかだったらね、最強だったんだけど、これがね、1,2,3,4 で5で6で7個入ってます。7個入ってた、すごいね。あ、さっきの SATA の L 字変換。あ、こういうね、ネジ本当に嬉しいんだよね。本当にこういうネジ本当に嬉しい。あ、こういうネジ、これ本当嬉しいよね、こういうネジ。いや、本当嬉しい。あ、これも嬉しい、ネジで、シリコングリスね。あ、このアダプターってことは出るですね、多分。パソコン、ノート PC、 1万円福袋ね。ネジで、君はもっと向こうの方がいいんじゃないですか、君は。で、なんだこれ、スインガー15、なんだろうね。あ、携帯か。なんかね、スマホをね、なんか置くやつなのかな、スマなんかスマホがゆらゆらするらしいです。ちょっとわかりません、ね、高等向けな商品でございます、ね、スインガー15。そろそろこれね、これ嬉しいよね。こういうネジ系。デデデッテリーン、ダウルダウル。ちっちゃい。なんかめちゃくちゃ綺麗とは言えないけど、いいんじゃない別に。この感じの出る。こちら行きましょう。いや、いいんじゃない。ちょっとね、気持ち、使用感はあるけど、まあ、悪くないかなって感じの出る。ちょっとね、こちらね、多分電源、惜しいね。ちょっとところどころ惜しい。すごいね。これでね、本当に綺麗なら、まあ、そしたらジャンクじゃねえもんな。ええ、これ使えると思ったけど、使えなかった。これね、使えると思ったけど、これ使えませんでした。びっくりしたことに。ちょっとびっくりですね。こちらじゃなかったですね、AC アダプター。あ、入ってたわ、これ。ほら、これが。これ、なんでやねん。これもついてくるんですね、この白いの。見て。まあ、そんな話はあれですけど。そうですね。こちらね、これ C 充電ですね。USB-C。さては、ちょっと C で充電してみます。それつけてみます。このシールだとなんだこれ。俺はいまいち疎くて分かんないです。動かないね。あら？あ、動いた。
なんだ、何をするんだろう。バイオスに行きたいので、F1 ですね、多分。F1 じゃないか、F2 か。システムインフォ。はい、出てきました。こちらですね。インテルコア M56Y57CPU だって。ちょっとわかんないね、これ。見たことないね、これ。知ってますこれ。メモリーがね、8GB ですかね。多分、これキットなんだけど、HDD、SSD が入ってないですね。多分。後日、ちょっと分解してみて、見てみようと思います。まあ、でもね、新しめ。だけど、ちょっと、使い古した感じが否めない感じなんだけど、まあ、いいと思う。こんぐらいやっぱ1万円ぐらい出すとね、こういうのが来るんだなって分かりましたね。はい、それではね、こんな感じになりましたんで、福袋ね、こちらね、福袋。まあ、大勝利だったんじゃないでしょうか。来年もエトワールさんに行って、福袋買おうと思ってます。そんぐらいね、結構満足な福袋でした。それでは、また。ってこと。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。